たし、終わりました。はい、おー一人ねえ、たたたたたたお蔵入り、ちょっと待った。なんで右肘左肘交互に見ての2人でやってるの。よまってちょっと準備した紙どこ揃えたべ。どこ揃えたべ、どこ揃えたべ、そっちに、ね、ないかな。どこ揃えたべ。あ、これこれでいいか。これでもまあいけね。今探しています。まあいけるはいけるか、はい。あ、すいません出てきました。選んでたネタメールの中に紛れ込んでました。ありがとうございます。この動画は土曜はどんどん大喜利コーナーネタタタタの本編で読まれなかったネタメールをお蔵入りする前に私大沼選び紹介していくコーナーです。1月23日のお題、この文章問題の答えって1だよね、状況が全然イメージできないけどどんな問題というのがお題でした。はい、はい、じゃあちょっと読ませていただきますか。お願いします。じゃあ参ります。ラジオネーム尿漏れを、この文章問題の答えって1だよね、状況が全然イメージできないけどどんな問題。彼女と2人でドライブデート中です。ランチを何にするかで大喧嘩になり、結局彼女は怒って車から降りてしまいました。車の中には何人いますか。答え1。イメージできますね、うんうんうん、切ないですけど、うんうん。ラジオネームパツキン大吟醸、俗に言うチンポジとは男性の何が悪いこと。答え1、はい。ラジオネーム埼玉のマッチ、主役は息子の方です。ドンにお湯を注ぎお風呂として入っているようです。頭には毛がないようでつるっとしています。さてこの人物には目が何個ついているでしょう。ラジオネームパツキン大吟醸、高橋ジョージが昨日のことのようにはっきりと思い出す。この道を通った夜はちょうど何年前でしょう。1だな、1かな、1だなこれは。ラジオネーム気になるパンプキン、俺、うわ足を滑らせた、崖から落ちる、ケイン大丈夫か、ガシッ、壁崖から落ちそうな俺の腕を掴むケイン、絶対に助けるからな、絶対に諦めないからな。うわ後ろからウキウリンが、やめろ鬼の金庫をちょんちょんするな、ファイトー。さて何発。一発、これで君もパーフェクトボディ。ちょっとモノマネの精度が悪いのは目をつぶってください。ラジオネーム続いて気になるパンプキン、1、2、3、どう。さてアントニオ猪木さんはいつ雛形あきこのおっぱいを揉んだでしょう。いつだよ。知らねえ。ラジオネームケンケンペインピーコとおすぎがいます。さあ何人。答えはどういうことですか。2人じゃない。いや1の答えは1なんですって。ケンケンさんもね。ラジオネーム青コーナー赤松、賽銭箱に100円玉投げたら釣り銭出てくる人生がいいと言っていた剛くんに、実際に釣り銭出てくる賽銭箱ドッキリを仕掛けたところ諸事情によりお蔵入りになってしまいました。その理由は剛くんにあるのですが、剛くんは神社に何物を放り出した状態であるわけでしょう。面白いな、はい、ね、はい、続いてラジオネーム赤い彗星、2020年の12月、小野さんは30日間鼻毛が出ていました。では2020年12月で小野さんの鼻毛が出ていなかった日は何日ありましたか。かわいそう、1かな。かわいそう、これ系多かったですよ。泣けてくるな本当に。かわいそうに、なんでいじめられなきゃいけないんだ。マスクで顔隠れてるからね、今は大丈夫ですけどね。ラジオネームすりみ、
次のうちからいい尿の色を選びなさい。1透明、2赤、3金、4今から実際に出して調べてみる。答えは1だよね。透明なのかな。そうかな。透明良くないんじゃない。良くないんだ。確かに。何がいいの？これちょっとカツですね。カツですね。カツ。すげえタイミングでエコー入りましたね今。続いてラジオネームケンケンペイン。さだまさしが使っていたカツラをメルカリに600円で出品しました。そのカツラを小倉さんが500円に値切って買いました。でも似合わないので友達の木田太郎に400円で譲りました。ここまでに登場したカツラの数は何個でしょうか。続いてラジオネーム青コーナー赤松。全裸の僕の前に全裸の吉崎が現れ、全裸の僕に向かって12時間全裸アピールをし続けました。全裸アピールの最中、全裸の僕のチンコが瞬間的に反応した最大勃起角度は何度ですか。答え1度。はい、これ難しいよねお題がね。嘘つくんじゃない。あれめっちゃ怒ってる。怒ってる。一度なわけない。まあないね。吉崎千尋のこれが出ました。吉崎千尋、あ、そこにいたんだ。親指を示されてますね。本当は好きなくせに。あ、なんかカーッつっていう感じでやってますね。X ジャパンしてる。最後ですね。ラジオ、あ、もう一個あるか。もう一個いきました。ラジオネームサツキン大吟醸。私のチンコは平常時で23センチですが、インチに換算すると約9インチとなります。お風呂に浮かした時は水面に浮き上がるので、仲間内ではプカチンと呼ばれることも多々あります。さて、私のチンコが垂れ下がってブラブラしている時、地球から受けている重力は何 G？ 何言ってんだよ。最後です。ラジオネームケンケンペイン。博士太郎のもじゃもじゃの髪の毛の中に隠れている直毛の数は何本？1本あるんですって。はい、はい、ゼロでしょ。あるわけないでしょ。ゼロでしょ。ということでね、モミキン一郎はないと思う。ないね。あれはない。博士さんとの違いないでしょ。一緒でしょ、どっちも。一本もないと思いますよ。はい、すいませんでした。謝られてますね。動画過ぎましたね。適当に言ってるから。これから湿気湿気劇場。はい、だから何元ネタをそれ。はい、そして来週のお題いきたいと思います。江戸時代から現代にタイムスリップしてきた人の第一声ランキング982位というのがお題です。難しいですけどもね。江戸時代から現代にタイムスリップしてきた人です。なんかまあ、ここはどこだとかね、そういうのが第一声になりがちだそうですが、はい、じゃあ私挑戦してみたいと思います。お願いします。江戸時代から現代にタイムスリップしてきた人の第一声ランキング982位は、父の仇ですか？どのタイミングで飛ばされてきたんですか、こっちに。いざ切りかかる時に、あれ父の仇ですか。です、あれあれ。982は割と下の方ですから、そういうこともあるでしょう。ということで、たくさんの回答お待ちしています。メールはドン@rab.co.jp、青森放送アプリからですと簡単に送れますので、ぜひ送ってください。毎週土曜夜7時30分から放送中の土曜はどん、ぜひお聞きください。なんでなんで、はぁ、しまた消した。珍しい読み方しました。いや、ちょっとさ、間違ってこっち。